はい、池内チャンネルフォルツァスタイルロック福田の腕時計魂ゼロの第2回目ということで、れいちゃんです。はい、真中れいです。よろしくお願いします。で、前回の、1回目、はい、大好評。はい、ありがとうございます。どう反応は。いや、もう福田さんのファンの方だったとかがフォローしてくださって。そう、はい、ありがとうございます。いえいえいえ。で、あの、れいちゃんが評判良いので2回目お呼びしちゃいました。 ありがとうございます。何が受けたんですかね、れいちゃんの。まあ、可愛いからね。いや、可愛いって言ってるけどさ、吸う、針が吸うっていう。あ、針が吸うね。名言、そして人が出っ張ってるって、はい、うん、そうそう、出っ張ってるっていう、うん。で、前回ほら表参道、あれ石田表参道、はいはいはい、今日はね、石田新宿、新宿、こっちがね、もともとあった方で、はいはい、まあ、本店だったところで、はい、あの1階から5階まで全部時計なんで。すごい、全部ですか。そうそう、だから表参道以上に表参道以上にたくさん閉じ込められちゃうかもしれないということで。で、まあ、前回がとても好評だったんで、今日は、さらに、はい、バージョンアップして、はい、あの時計を実際に触ってみようというのをやります。はい、はいはい、初体験ということで、はい、ということで行ってみましょう。行ってきます。はいはい、じゃあね、行け。こんにちは。はい、5階に到着。これがだからこの全部、そう、石田新宿さんの、これ全部時計のブランドなんですか。ですです。こんなにあるんですか。そうで、今ここにいるのね。はい、すごい。で、上から順番に見てこうと。はい、なんか気に入ったのあったら教えてください。はい、はい。あ、磁石はそう親しみあります。ね、この前も見たもんね。すごい、え、めっちゃいっぱいありますね、前回より。そうなんだよね、すごいいっぱいある。え、なんかこの色、こういうネオン系見たことないかも。広報、え、かわいい。これかわいい、パステルカラー。あ、ほんとだ、これかわいいですね、うんうんうん、これ多分前回のこれ、白の、うん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 、これかわいい、パステル。いっぱいブランドあるでしょう。ね、いっぱいありますね。でもなんかメーカーさんによってベルト、うん、っていうんですか、そのめちゃめちゃ可愛かったりとか、やっぱりこう、うんうんうん、金属だったりとか重たそうってなりますね。これはね、セラミックでできてる。確かにちょっとなんか違う、うん、ツヤっとしてるでしょ。ツヤっとしてますね。なんか白いのとかもセラミック、うん、本当だ、ツヤっとしてる。なんかこれ珍しいですね。これなんかすごい逆にシンプル。うん、そう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 、なんか見たことないね。これはね、有名なベンチュラという時計で、三角形のね、うん、これも可愛いでしょ、ね、これも可愛い。なんかこういうのが流行ってるんですかね。ちょっと可愛い、色がちょっとマットな感じ。これはね、ね、海洋プラスチックってほら、はいはい、それを、リサイクルしている。うん、うん、で買うと、うん、同じ色の、あの、つくんですか、うん、に入ってるって。入ってるんですか、これが。これに入れて、に入れて、そう、箱じゃないんだ、うん、ブランで白っていう意味で、はい、パン、白いパン、白いパン、パンでいいの、パンでいいの、うん、パンでいいの、食パン、そう、パン。4階に雑誌がありました。時計雑誌も見たことないです。すごい、あれあれ、福田さん、あ、福田さんいました。すごい、この前取材されました。すごい。3階です。3階です。3階はね、映しちゃいけないところで、ここは僕のおすすめのゼニスというブランドです。はい。これはね、この前も話したように、はい、クロノグラフがね、すごい得意なブランドで、うん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 、で最近はなんかこう色の綺麗なモデルもたくさん出していて、すごい。ダイヤのやつとか綺麗でしょ、キラキラで。めっちゃ綺麗。うん、
ちょっとなんか絵っぽいですね。なんかなんつったらいいんだろう。あ、立体感、ね。立体感があんまりなくて、うん、ピタッて。あ、だからそれはあのほら見やすいようにして。あ、そっかそっか。見やすいようにしてるのか。視認性を高くしてるからそう。なるほど。うん、すごい。わざとそういうデザイン。浮き出てるような感じに見えます。うん、正しいです。それは。でこのベル&ロスっていうのは、はい、飛行機のコクピットケーキをモチーフにして、うん、こういうデザインのやつにして。本当だ、フレームが全然今までと違いますね、うん、そう、かわいい時計の時計の時計、そうそうそう、時計の時計時計の時計、うん、スピードマスタープロフェッショナルつけたから多分お父さん持ってるのこれだよ。オメガのスピードマスター、オメガのアンティークのなんらしい、アンティークのものらしいです。じゃあお父さんオメガ好きなのね。スピードマスターこれはね、でも昔からあるやつなんで、いつ頃お買いになったかによってお値段はあれですけど、はいはい、今はこういうお値段になってます。お父さんいい時計持ってるという。ああ、そうだったんですね。じゃあお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、りんちゃん今日はだから、はい、まあ、この前、うん、わーって見たじゃない時計、うん、はい、今日は実際にその触ってみようっていう感じで、うん、はい、大丈夫、緊張してます。よろしく、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。触っても怒られない。大丈夫です。もう今日は存分に触っていただいて、ね、大丈夫です。この前ほら G ショップ見ただけだったじゃん。はい、こうボタンがいろいろあるんだけど、これを押すとね、この表示が変わるっていうのが、うん、まあ、デジタルの。そうですね、いろんな機能が入ってるので、うん、ボタン一つでいろんな機能に切り替えられるっていうのが強みではありますね、うん、実際に押してみる下手に押して壊れないですか。大丈夫です、今日は大丈夫です。壊れることはないないです。そうですね、今これで押していただいて、うん、コンパスの機能に切り替わってます。今日はこう動かすと、すごい数字が変わってるんですけど、そう、自分を中心としてってことですか。そうです、あの方角が分かるような。すごい。そうなんですよ。遭難しそうになった時に、うんうん、辞書があると。そうですね、サバイバルできると。辿ってって、そうなんですよ。押していただくと温度が分かったり気圧が分かったりとか、そういう機能もこちらはついてる時計なので。何でも分かっちゃう。すごいですね。そうなんですよ。もう僕の知り合いのスキーがすごい好きな人は、ふぶいちゃって、うん、本当にどうもならなかった時に辞職してたんで帰ってこれたっていうの。あ、すごい。命を。あの本当に力説してます。そうなんですよ。そうなのでこの時計はもういろいろ分かる時計ですね。で今日は本編。はい、機械式時計のお話をもう一度おさらい、はいはい、でこの前言ってたようにこれがクォーツ電池で動いてるやつ、あの針がカチ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 って、はい、でこれが機械式、あの針がスーッと、そう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 、はい、でね、はい、この機械式って自動巻きってこう後ろに、すごい、はい、こう重りがあってこうくるくる回るのね、うん、はいはい、でこれが回ることでゼンマイを巻き上げているのよ、はい、だから時計をだからこう腕につけてこう動かしてるとゼンマイが巻き上がる、うん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 、あ、だから振るんだ。そう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 、お父さんめっちゃ振ってました。これかな。そう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 、これがこの機能のやつだと思う。こうやってやってるすごい。そ う, そ, う そ, うそうです、そうです。だから、こうやらないと巻き上がらない。なんでやってんだろうと思ってたの。なんかジャストサイズにこうちゃんとこうやってここら辺ちゃんとしてるんだ。そうそう。あ、じゃあそれですね。まさしく。わかりました。そう。で、まあこれは電池だからそれがないと。で、この、これじゃない、もともとの、これはだからその自動で巻き上がるよっていう風に進歩した時、うんうん、そのもともとはね、手で巻かなきゃいけない。いや、そうですよね、うん、そういうイメージ。そうなんですよ、はい、っていうのはこれ、
カレー巻いたことある？ないですね。特別に巻かせて。どうぞ巻いてください、そうです、ね、巻いてるでしょ。巻いてます。あ、巻いてます。あ、そうです。今これでゼンマイを巻き上げていただいてるんですよ。そう、ね、難しい。これちょっと難しい。ちょっと難しい。痛い。慣れるまではちょっと時間かかるかもしれないですけど、それがね、手巻きっていう、すごい、手だけの動力で動いてるので。細かい。そうなんですよ。素敵ですね。さっきのこれはだから、はい、その手で巻くのを、うんうん、これで自動的に巻けるようにしてるんで、うんうん、自動巻きって、で手巻き、手で巻いてあげないと止まっちゃう時計です。止まっちゃう。そうなんです。どれくらいの頻度で回さなきゃいけないんですか？だいたいもうこれ以上巻かないでねっていうところが来るんですけど。そうなんです、ね、ずっとね巻いていただくと巻けなくなるところが来るんで、そこからだいたい40時間前後ぐらい、まあ、モデルによってブランドによって違いますけども。そうなので手をかけてあげないと止まっちゃうと。だから毎日巻いてあげてれば止まらない、うんうん、そう。今日は操作ができます。はい、この前言ったのクロノグラフって、はいはいはい、ストップウォッチ、はいはいはい、カップラーメンで測るみたいな。そうそうそう、3分のそう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 、お宝のロマンだみたいな。そうそうそう、わかんないぞっていう。そうですそうです、ちょっと理解がが、まあ今日2種類用意していただいていて、はい、うん、1つはだからその今の自動巻きの機械式のやつ、うん、はい、でもう1つはね、これクォーツ、あの電池式のやつ。何が違うか、はい、あのね、違う。上を押すとね、はい、そのストップウォッチがスタートします。うーん、でもう一回押すと止まります、はい、っていうのをぜひやってみてください。ガチッと、ガチッと力入れて押していただくと。あ、めっちゃ動いてる。そうです、これで今計測を始めてます。はい、なるほど。でもう一度同じボタンを押していただいてストップ、止まる、はい、本当だ。これ元に戻るんですか？で、それをね、戻すのは、はい、今度下のボタンを押すの。下のボタンを押す。え？一瞬で戻った？そう。そう、針が、そう。急に？そうなんですよ。もう一回やりましょう。すごいいい反応。すごい。ありがとうございます。面白い。こう戻るんじゃないんですね、時計前に。そう、ちょっと。こう戻ったんですか？それともこう戻ったんですか？それはちゃんと確認。ちょっと、やばい。せーの、こう戻りました。こうだ。そう、そうなんです。すごい。スタートストップリセットですね、なるほど。そのまま計測を続けていくと、まあ、1周すると1分なんですけども、はい、そうしますと30分の積算計、はい、30分を測る、ここがダイヤルなんですけど、このメモリが1個ピッと動きます。このままずっと計測を続けていくと、はい、何時間何分何秒っていうのが測れますよっていうものです。こっちも動くってことですか？そうです、これがね12時間積算計なので、上が2周すると1個ピッと動くようなイメージ。すごい。そうです。でこれがそれとクォーツ版、同じことを、こっち、だからこれがカチ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 ってなってて、下は下がすごく早く、すごい回ってると思うんですけど、ちょっとこっちとは違う動きをしてると思うんですけど、もう一回押していただいて、はい、ただ両方の、はい、針が止まって、こちらは10分の1秒が分かります。今度もっと細かいです。こっちは何秒までしか分からなかったんですけど、はいはいはい、何秒何っていうのが分かります。すごい。だから 0.1 秒単位が測れる。あ、こっちはこう戻りました。そう、はい、そこも違う。違うんですね。針の戻り方もクォーツだとまたちょっと動きが違いますね。もうちょっとやってみる？もうちょっとやってみる。楽しい。こっち見てると楽しいですね。そうですよね。目回っちゃいそうですよね。目回る。そうですよね。戻るとき楽しいですね。戻るときが気に入る。戻るとき楽しい、うん。そうなんですよ。好みが分かれるか戻る、うんうん。そうなんですよね。機械式だとキャンって戻るけど、そうです、ね、これだとじわって、そうですね、はい、今これ、もう他にもう一個針がついてるでしょ。
はいはい、うん、これでそのなんだろう2カ国、うんうん、例えば日本とニューヨークとか、うんうん、日本とパリとか、うんうん、そういう風に、使うんですよね、うん、他の国の時間帯が分かるような時計になっていて、まあ、海外とによく行かれる方とか、うん、あとは海外とお仕事をされている方とか、うん、そういう方はよく使っていただくことが多い時計ですね、うんうん、そうなので何時何分何秒の他にもう一本針があります、うんうん、でこの針は、1日に1周しかしないんですね。24時間です。通常お昼の12時があって夜の12時があるじゃないですか。なんで普通の地震って2周するんですけど1日に、うんうんうん、これは1周しかしないんです、うん、24時間で1周で それを読み取るのがこの周りのベゼルなんです。なるほど、はい、時刻合わせがすごくしやすくなってる。そうですね、うん、はい、がこのボタンで、ここ見といていただきたいんですが、私今このボタンを押します、うん、そうするとこの針だけ動かせたり戻せたりします。はい、なので、日本から海外行きましたと、はいはい、で時差があるじゃないですか、はいはい、海外でそこに着きましたと、その時差に合わせてもこれを簡単に合わせられるよっていう。すごい。でこの針はそのまま日本の時刻にしとけば、うん、こっちの針で日本の時刻読んでもらって現地の時刻はこっちの普通の針を読んでもらってっていう、はい、他の国の時間帯が、まあ、分かりますよっていう機能がついた時になる、うん、これで進む。なんかすごい癖になるこれ。なんか関係ない時もやっちゃう。なんかそうなんですよ、あの、うん、なんか振動、伝わる振動が、うん、はいはい、なんかまたこうストップウォッチ止めるの時とまた違うような、うん、そうなんですよね。針動かすことってあんまりないので、うん、こういう形で向こうに合わせちゃうと、うん、日本が何時だったのかが、うんうん、分かんなくなっちゃうんですよね。だけどこれだと日本の時間はここで24時間表示でキープしたまんま、例えばパリの時間に合わせたりできる、うん、できますよっていう。これは何のためにあるのかというと、はい、まあこれがあの基本の位置、はい、ここに印があるでしょ、はい、例えば今の、うん、動いてる分を、はい、ここに合わせておく、はい、ここを覚えとかなくていいじゃない、はいはいはい、で時間が経って例えばこうやって進んだよっていうふうに時間が経った時に、うん、はい、何分経ったかが分かるじゃん。あ、なるほどね。だからここを印をしておけるっていう機能。コインパーキングってさ、あ、車止めた時にさ、何時に止めたかってさ、はい、忘れちゃうじゃん、ね、覚えてないかも、覚えてないですね。その時に、ね、ここでピッと合わせとくと、なるほど、私ももう30分経っちゃったからそろそろとか戻んなきゃみたいな。確かに、そうそう、確かに急がなきゃみたいなね、うん、ってなりますね。これがもう一つのミスはね、はい、こっちにしか回らない、逆には回らない、はい、本当だ、ロックかかってこういけません、うん、そうなんです。これ実際に潜る時に使っていただけるぐらい防水性が高い時計なんですけども、はいはい、15分のところまでは結構細かくこうメモリが振ってあって、はい、うんうんうん、ここからは5分単位とか10分単位でメモリが振ってあるんですけども、はい、で大体酸素ボンベの、残量の時間が15分っていうのが平均的みたいなんですよ。なのでそれがこう暗闇深海でも潜っててもすぐ細かく分かるようにこういう細かくメモリが振ってあることがあります。でもし潜水時間が長ければ酸素ボンベもなくなっちゃって命に関わっちゃうので、うんうん、なるほど、戻ることはあっても進まないようになってます。なのでちょっと命を守るためにもっていう元々のあの意味はあります。そう、ただまあ実際ねこう潜る方も少ないかもしれないですけど、もともとはそういう意味で、あの、はい、あの反対にしか動かなくなっていて、うん、そうですね、そういう仕組みがあります。はい。
確かに、どっか動いて動いちゃったんで先に進んだら、そうなんですよ、そうなんです、命に関わってしまうことがあるので。ただ実際にはね、そのコインパーキングの方が実用的かもしれないって今思いました。そうですね、すごく便利、便利ですね。というわけで今日はわーっていろいろ触ってもらったけれど、なんか気になるのあった？気になるのすごい、こっちに回るこれかな、あ、これこれ、クォーツの10分の1秒まで分かるクロノグラフがついてるやつですね。戻るところがすごい、よかった、めっちゃ怖くし、こういうのくるくる回る、くるくる回ってるのがやっぱ可愛いなって。そうなんですね、目で追っちゃいますよね、追っちゃう、目回りそう。こういう速い動きはなかなか機械式でやるのは難しいですね。そうですね、クォーツの醍醐味ならではのっていう、はい、え、これがいい、これがこれがこれがいいですね、れいちゃんのお気に入り、お気に入りです、これは。で、今日最後にご紹介するのが、はい、これ、はい、永久カレンダー、永久カレンダー、うん、だから何月何日何曜日っていうのが出てるんだけど、はい、大の月、小の月があるでしょ、はい、それもちゃんと勝手にやってくれて、すごい、で、しかも4年に一度のうるう年もちゃんとやってくれて、すごい全部組み込まれていて、うん、はい、しかもそれに、はい、ムーンフェーズっていうお月様の月の満ち欠け、はい、そうですそうです、うん、ほら満月にから満月までの周期って、一般的に 29.5 日って言われてるけど、何時間かずれるのよ、微妙に、そうなんですよ、120何年とかっていうので1日しか狂わないとか、250何年に1日しか狂わないとかっていうのを機械式でできるようにしているのね、という時計もありますよっていうご紹介でした。はい、いや待って、桁が違いました、金額の、金額ちょっと桁が違いました。そう、ここまで複雑系の時計はやはり、ね、はい、ですね、だから、はい、ゼンマイ好きになると、はい、こういうのが欲しくなる、はい、いいお話でしたありがとうございます。どうでしたか今日？どうでした？時計、なんかもっと知ることができて、お父さんこうこうやってやってるのが分かったのが一番すごい嬉しかったかもしれない。なんで回してたんだろうって思ってて、こうね、ちゃんと動かしてる意味があったんですね、うん、そう、うん、でもお父さんがそのなんだろう、オメガのスピードマスターを持っていたり、ロレックスの GMT マスターを持っていたり、お父さん、多分ゼンマイ好きなんで。でもお母さんもオメガを、はい、持ってるって言ってました。そうなんですね、はい、だから、うん、血筋的には間違いないこれからレイちゃんがね、すくすくとゼンマイ女子に育っていくという、はい、うん、今日はね、触って巻くっていう、2段階進みましたからね、うん、でクロノグラフもしています、はい、楽しいです、楽しいですね、うん、知れば知るほどなんか、うん、まあ、こんなのがあるんだってやっぱり、回転ベゼルのね、うん、裏仕様法で伝授したんでまた次回3回目も考えますので、はい、お付き合いください、よろしくお願いします。コメント、チャンネル登録、はい、よろしくお願いします。しお願いします。3回目楽しみにしててくださいね、じゃあね、なんとメディア初ブランドを作ることができました。シルバージュエリーを作ってほしいと、かっこいいんだ、あれが最高の基本みたいな。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックフラのウェブ系魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわ、すごい。